はい、こんにちは。まえチャンネル前原です。はい、今日はですね、車の中からお送りしますね。はい、今日ご紹介するのはこちらですね。シピエンさんからお送りいただきましたスマートフォン用のカーホルダーステルスです。こちらですね、スマートフォンをこうクリップしておく、でそれを車のダッシュボードとかにね、置けるクリップ型のスタンドでございますね。はい、まあ何はともあれ先に開けてみましょうか。はい、おお、シンプルにこれだけですね。シンプル。あ、そして中に何か入ってるね。はい、中にはですね、こういった注意書き、そして、アルコール面もついてたね。これ車のダッシュボード拭くやつかな。そして正規品を証明するシリアルナンバー、これが入っておりました。はい、そしてこちらがステルス本体ですね。多分ステルス戦闘機に似てるからステルスって名前なんじゃないかなと思いますね。こういう風に開くようになってます。ここに挟むんだね。で、後ろ側にはですね、こういうゼリー状の、これなんだろう、あれだね、きっと剥がすとペタってつくんだろうね。あ、すごい粘着してる。触ってみ、ここほらベタベタこれで、ダッシュボードに貼るって感じかな。じゃあ早速はめてみましょうか。じゃあまずダッシュボードをアルコール面で拭いてみてください。はい、はい、今日はね、ちょっとあいにくの雨模様でこんな感じですね。あ、いいね、いいね、いいんじゃない、いいんじゃないかな。それちょっと乾くの待ってようか。これちょっと細かく見ていきたいんですが、シリコンでできてるのかな。すごい肌触りいいね。スベスベしてていい感じでございますね。表面は黒で内側がですねブルーになっておりますね。なかなかかっこいいね、これね。見た目すごいかっこいい。はい、それでは、アルコール面で拭いたところ乾きましたので、これ剥がして貼ってみましょうか。はい、はい、お願いします。せーの、よいしょ。あれ、斜めに貼ってない。大丈夫？大丈夫。これ結構重要だよ。大丈夫ですか？うん、大丈夫ちょっとひどい顔だな。はい、じゃあ離してください。あ、オッケーオッケー。よし、そしたらパパの iPhone をはめてみましょうか。はい、拭いて、よし、お、いけるいける。あ、いけた。おー、いいじゃん。じゃあ触ってみてみてね。あ、見える見える。見えますか、エイシン君のエイジから見える。見えます。パパもこれだったらナビつけてても見えそうだよ。やったー、いいじゃんね。いいね。実はね、あの前ね、こういうクリップ型のものとこういうのね、組み合わせてやってたんだけど、これよりか全然安定してそうだね。うん、あ、いいじゃん。もう一個角度あるんだよね。もう一個角度こっち。あ、これでやるともうちょっと立てられる感じかな。うん、はい、ということで今回はシピゲンさんからお送りいただきましたスマートフォン用のカーホルダーステルスでした。